ここ。あら、サービスじゃね。駅さ、結構広いよね。あ、すごくね、これ。ね、すごい、意外にすごい。ちょっと舐めてたわ。ね、金沢やってんね。ところで、なんで呼ばれたの、うちら。なんか変な店来いみたいな。言われたよね。とりあえず店行く、寒いし。オッケー。行くか。寒くね。寒い、マジで。なんて読むの、これ。風、まあ、送風案って書いてあるけどね。送風案書いてあるけどね。あ、よくわかんないけど、中でなんかやるらしいから、とりあえず行くわ。スターダム。私どうぞ。食べていい？ちょっと待って、やってくれてんじゃん。私どうぞ。これ食べていい？いや、待って、お茶、あ、でしょ、お茶と一緒に召し上がるやつ見たことある？見たことしかない。何度か見たこと。え、なんかふわーって泡立てて、なんか回して飲むみたいな。私、全くないんだけど。温める器を温かくするの。なんで？うどんとかラーメンとかも最初器温かくしておるよ。中のものが温かいのに、外の器冷たかったら、ああ、ラーメンと一緒ってことだ。ラーメン一緒にしない方がいいんじゃない？ラーメンと一緒。圧かけられる。お菓子を食べろと言われて、食べて甘いなってなった頃にお茶飲みて。あ、そういうこと？今日のそのお菓子は吉橋菓子店の栗拾いと言います。栗拾い。はい。栗なんですか？いや、私こういうの食べるの初めて。こういう話。あ、お茶飲みてー。早えな。栗の味するの。いや、栗の味しない。上に乗ってんの栗じゃないの？下がバカなの。おいしい。お口に合いましたか？あ、はい、もうありがとうございます。とても美味しいです。いただきます。美味しい。え？うん。ありがとうございますね。おお、同じ色だ。すごい。あ、もう飲んでいいの？今も？なんて？これ回すんじゃないの？あ、違う。こういうのない？このくらい回せば大丈夫ですか？ちょうどいい場所に。あ、美味しい。これは和菓子と合う。一口で食べるの絶対間違ってるよ。うまっ。作るとこ見てなかった。うちのから大丈夫。やってた？混ぜてた？混ぜてやるでしょ。で、それミキサーから作ったやつ見てるの。なんか出来上がったものはこちらですみたいな。え、じゃあ見とこう、ちゃんと。上腕二頭筋とか使いそう。肩から三角筋。三角筋入ってる。コツは手首の使い方です。肩関係ねえじゃない。何が上腕と。あかんねえ、素人だもん。はい、どうぞ。いただきます。え、あ、結構熱い。そうですね。よくシューシューとこう音が立ってるように、本当によく沸いてます。すごい感想言ってくれるんだね。あ、え、めっちゃ苦いと思ったけど。苦くないじゃん。え、なんか抹茶みたいな、なんかもっと渋みたいな感じかと思ったら、え、全然苦くない。うん。でもお菓子の甘さとこの抹茶の苦さというか爽やかさがね、ちょうど。そう、めっちゃちょうどいい。ごちそうさまでした。うん、ごちそうさまでした。スターダム。で、さっきここね、観光名所なんだって。梅の橋っていうんだけど、めっちゃ詳しいじゃん。さっき調べた。急に詳しいじゃん。なんかね、7本なんか橋があって、白装束着て無言で全部渡りきると願い叶うんだってよ。もううちらベラベラ喋ってるし真っ黒だしもう願い叶わないじゃん。でも観光名所だって。へえ。まあなんもねえけどな別に。川綺麗。綺麗だよね。めっちゃ綺麗。でもさうちちょっともうさそろそろちょっと競馬行きてえわ。ああ競馬行きたいね。うん。さっきも行きたい。でも早く行こう。行く？あ待ってうちさじゃあやってみなかったことがあるんだけど。えあれ？何？ジャンプしてワープする。あそうそうそう。やりたい。やろう。えじゃあせーので。うん。オッケー。せーの。よい到着金沢競馬場やったーずっと来なかった。おいどうしたの。さっきもワープすればよかった。走ってきたろ。走ってきた。バカだねこいつ。そうだ。ああねさっき見て金沢競馬場初競馬場。さっきおなんかどうよ初めて来た競馬場どうよ。早く中に入りたい。まあ中入ったらねこうパドックとか見つつ予想しつつなんか食べ物とか有名なやつあるらしいからそういうのもちょっと見つつじゃあとりあえずもう行こうぜスターダム。はいつうことでねまずこうレースとか馬見る前にお腹空いちゃったから金沢の競馬場は日本で唯一寿司屋があって。今回はその聞いてる？うん、うん、今回はそのね寿司屋のねやつ持ってこさせたんよ。うん。金沢玉寿司の特上みたいなやつ持ってきてもらったから食べようと思うんだけど。1個しか持ってきてない。あれねそう気遣いだよね。マジでさ。普通2個だろ。なめてんのかレスラー本当にこんなんでな腹満たされるわけないけどさ普通に喧嘩して食ってもしょうがねえじゃん。だからこの寿司のネタを当てたやつが。それ食えるみたいなちょっとゲームしようかなって。 12種類ぐらいしかわかんないから先やってもいい。ええよ。だってさっきが唯一わかるやつ夏子があったらさっき食べるもんなくなっちゃう。食べれなくなっちゃうじゃん。ええよ。いい。えじゃあ一番食べたいやつを先に言った方がいいんだよね。うんエビあれ持てばこれはエビだと思います。これはエビですか。甘エビ。おっしゃーしょらこれ小学生でもわかんだろ。甘エビわかんないやつなんかいんのかよこの世に。いただきまーす。パドックも終わってうまっ競馬場だけにうまいとうまっ。じゃあちょっとうちも簡単なやつからちょっといこうかな。え待ってあれは取らないで。やめてよやめて。もっとこなんかこの辺美味しそうじゃん。じゃあ分かった。私好きなやつからいくわ。はい、これいくら。はい、いただきます。醤油は？うん。競馬場ってやっぱちょっとさチープなもの売ってんのかなとか思うけど普通にうまい。これ食いながら競馬見れるってめっちゃ良くない？ねえもう馬見てんだけど。知ってる。ねえ。あとさ全部食べていい？ねお願い。ださっき寿司まだだってお腹減ってるもん。ねお願い。だってうちらさ体重のさ何キロあると思ってる？30キロもあんだよ。30キロ以上だよ。30キロ以上。だってここでしか食べれないんだよこのお寿司は。そうだよ買ってくれじゃん。ちょ買ってきて。もう買いに行かせよ。これ全部食べていいの？でもね全部当てれるよ。本当？これハマチ。違います。違えじゃねえか。クエリーじゃねえかよこれ。スターダム。第10レース。まあこれ勝負だからね。ちょさ単勝にしようよ。もう一発勝負。ワイドでうち当ててもしょうがないよ。単勝。ワイドで当てて勝ったとかいいな。しょうがないから単勝で。金額も合わせよう。いいよ。いくらにするかよ。10万。10万。ちょっといろいろ考えちゃった今生活のこと考えちゃったんだけど気軽に1000円ずつとかにする。オッケー。足毛はね南がタイプ。足毛の子はね今挨拶してくれてる。嘘ういっすういっすってやりながら5番。体いいね。あ見てる。いやそうやってさ注意こういうの良くない。ダメ。聞いてるよ。曲げてもいいんだ。ダメ。すげえ甘えてる。大丈夫。可愛いんだけど。ちょっと不安になるけど、でも足は軽いからそんなに悪くない。超可愛いじゃん。セルマルでいい感じ。ちょっと甘えてるの気になるけど。スターダム。今日はデルマルビーがうちのヒーローになってくれることを願って。さえ違う私のヒーロー。今日はね。まあでもお互いさ、恨みっこなしにしようね。起死回生の。逆転しよう。ちょっと興奮するよ。えぐいて。神奈川競馬最終競争 NEC2022 盛岡門別まであと5日。なかなかないよ。こんな緊張して待ってるうちら取れるの。試合前でもっとふざけてるもん。試合前より緊張してるわ。試合前あんま緊張しないもん。9頭ゲートに揃います。なんかさ、はい。あんま止まってないよ最初。ちょっと厳しいかもな。いやそんなことない。そんなこと言っちゃダメ。厳しいかもなっていう。飛ばすあんま。わずかに先頭2番のスペシャルサンデー並んでいく6番のタエチ。やめてくれやめてくれ。結構開いてんだ。嘘待って。いやいやいや結構縦長じゃない？結構開いてるよ。縦長だよ。強ない？でもこっから沈むから沈めや。来るぞ。はい。先頭は9番のアルカウン200を外から追い込んでくる。1番の5番のロードリースペクター、さらにはうどんの沈めやおい。いいみんなお疲れ様。でした。皆さんご来場ありがとうございました。じゃあもう帰るから。帰ります。